おはようございます。VTuber、よしよし先生の中の人、かぐわです。皆さん、パトレオンご存知ですかパトレオンは海外のファンコミュニティ作成サービスの、まあ、超大手です。多くのクリエイターたちが利用していて、月額課金などで収益を上げているんです。で、そこが、まあ、公式に収益アップをさせるためにこんなノウハウがあるよということを公開していますのでご紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。今日の話題があなたを変える。 この番組は、マーケターとして20年以上フリーランスで活動しています、カグアが、ネットで好きなことで稼いでく、クリエイターエコノミーについてゆるーりと語るラジオ番組です。ポッドキャストアプリや音声配信アプリで365日、毎朝配信しています。ぜひ、登録フォローよろしくお願いします。はい、今日は収益アップの話ですので、いろいろなね、クリエイターの皆さんに役立つと思いますので、ぜひ最後までお聞きください。 はい。パトレオン皆さんご存知ですかパトレオン。いや、すごいんですよ。一応、日本語版もあるんですが、えー、課金については、まあ、日本円は対応していないので、まあ、か、クレジットカードの、まあ、外貨の変換で収益を得るという形にはなってしまうんですけども、一応、日本語には対応しています。なので、概要欄に僕のパトレオンページも掲載しておきましたので、今、何にも商品特典ないんですけど、一応、よかったら見てみてください。 そう。ですからパトレオン、あの、いろんなイラストレーターさんとか、デザイナーさんとか、えー、映像クリエイターさんとか、ポッドキャスターとか、いろんなコンテンツクリエイターの人たちが登録していますんで、えー、皆さん、ぜひアクセスして、検索して、どんな感じに皆さん稼いでいるか、ぜひ確認しましょう。いやー、でもね、海外は本当マーケット大きい。ポッドキャスターとかで検索するじゃないですか。 で、月額500円とか、で、700円とかいろんなプランが書いてあるんですけど、仮に500円だとしてもですよ。500円の申し込みの人が多いとしても、普通に、あの、2万とか3万とかのファン数のコミュニティが、ま、ごそっとあるんですよ。1個2個とかじゃないんですよ。もう、かなりの数あるんですね。500円が仮に1万人いたとしても、 ね、毎月500万じゃないですか。まあ、手数料ちょっとわかんないんですけども、それでも半分ね、6、7割だとしてもね、それなりの額が毎月入ってくるわけじゃないですか。いやー、ほんとね、海外はクリエイターエコノミー、ほんとね、市場拡大してるなぁと思わされますね。日本でなんでないんでしょうね。ピクシブファンボックスと、えー ファンティアぐらいしか誰でもね解説できるそういうサービスってないと思うんですけどなんでないんですかねもうちょっと汎用的なプラットフォームがあればいいのにねそうそうででですよパトレオンが一応公式にクリエイターさんがまあ収益をねアップさせるためにどんな施策があるかということを解説するページがあるんですねでただ パトレオンってすごいのはやっぱりそのプラ、そういうプラットフォームだけあって、えー、教育コンテンツ要はヘルプだけじゃなくて、こういうことしましょうねっていう教育コンテンツ、それからブログというように、えー、3つもの、その収益アップというかクリエイターさんをバックアップするためのコンテンツがむちゃくちゃ揃ってるんですよ。 だからやっぱりそういうのに特化したプラットフォームだけあるな。逆に言うとクリエイターさんが成功することで彼らも潤うっていうビジネスモデルだけあって、やっぱりね、うん、すごいなと思いますね。続々とその資金調達したり新機能を実装してますんで、本当にあの海外、海外をに PR できるコンテンツを持ってる人であれば、まあパトレオン、本当やらない手はないなっていうぐらいのものになってると思います。はい、さて、 えー、映像クリエイターさんや、まあ、ブログを書いたり、書くなどのジャーナリストの人ですとか、作家さんですとか、イラストレーターさん、デザイナーさん、漫画家さん、といった人たちが、はい、パトレオン、そういったコミュニティサイトで、どういう特典をね、提供して、じゃあサブスクをしてもらうかと、月額サブスクをしてもらうかということを考えていきましょう。 え、パトレオンで、えー、そういう月額サブスクのサービスを作るときに、当然作成メニューがあるんですが、そこにね、もうリンクがあるんですよ。で、例えば、どういうのがいいですよっていうのをお勧めしてるかというと、広告なしのコンテンツ、エピソード、ビデオと。え、ビデオって別に YouTube の限定 URL で公開すればいいんじゃないのと思うかもしれませんが、やっぱり限定でも確かにあれ広告出ちゃうんですよ。そう。なので、パトレオンに登録してもらえれば、 広告なしの動画が見れますよっていうのは全然 OK なんですよ。で、パトレオンに直接動画をアップロードして広告なしで見せるってことができるんですね。これ意外とおすすめだと思うんですよね。やっぱりそのコンテンツね、作る手間がかかりませんから、これむちゃくちゃおすすめ。はい。それから、え、コンテンツのね、そういった舞台裏を紹介しましょうと。それから、あ、そう。で、これが、これがね、パトレオンらしいとこで、コミッション。 何かというと、目標ですね。例えば、えー、自分のパトロン、まあファンの数が、登録者の数が1000人いったら、こういう機能を追加しますよ。こういう独自コンテンツを提供しますよっていうことを、まあアピール、目標をまあ公開するわけですね。そうすると、やっぱりもともとファンの方も、じゃあもっと拡散して、僕らも協力しようとか、盛り上がるわけですよ。みんなが嬉しい仕組みになるわけですね。 そう。これね、やっぱりパトレオンならではだと思うんですよね。いわゆるクラウドファンディングのように、まあ目標に達するまでみんなで頑張るみたいな一体感も生まれて、本当にコミュニティとして盛り上がる一つです。え、次。え、いわゆるダウンロード系、それから先行チケット系ですね。はい。まあ、ダウンロードコンテンツは、例えば YouTube の場合で、うん YouTube で限定公開で見れるにしても、やっぱりダウンロードできるっていうのは、やっぱりプレミアム感があるわけですよね。例えばイラストレーターさんであれば、ほんとダウンロードをしてね、あの、そのイラストをサムネとかに使えるとか、まあ、か、えっ、ー、と、スマホの待ち受け画面にするとか、いろんなやっぱり用途がね、考えられるじゃないですか。やっぱりダウンロードとか、そういう先行チケットとかっていうのはやっぱりプレミア感を感じてもらえる一つですよね。 ですから EPUB とかでデジタル出版、セルフ出版などをするデータなんかも、まあまあやっぱりダウンロードとしてはありだと思います。はい。ですからそういった限定コンテンツ先行公開、それからリクエストに応える何かをダウンロードして,もらさしてもらうということもおすすめだと書いてあります。 はい。それから次、コミュニティ系です。コミュニケーション系は、はい。公開チャット、公開 Q&A、ライブストリーミング、えー、それから感謝の表明、通話、ということですね。まあ、この辺はだから、ライブができるアプリであれば、まあ、メンバーシップ限定のライブってね、YouTube もできますんで、このあたりはまあまあ他のプラットフォームでもあるかなとは思いますが、うん。そう。でも通話 要は1対1でできるっていうのは多分なかなかないんじゃないかなと思うんですよね。まあこれ、ズームでやってもいいのかもしれないんですけども、多分メッセージのやり取りとか、そういうもろもろ含めると、やっぱりパトレオンで専用に用意されている、まあ、インターフェースを使うのは多分楽なんですよね。で、その時点でも課金というか、あの、ファンのね、あの、リストも管理できてるわけですから、やっぱり楽だと思います。えー、次。 えー、投稿のアーカイブを完了する。あ、だからこれ過去のアーカイブですね。それからプライベートコミュニティ。あ、あれですね。これパトロン。ファンの人同士が繋がるコミュニティもすぐに作れるってことですね。ああ、これもね、大きいな。うん。あの、掲示板って意外とね、あの、システム的にも面倒なんですよね。ほら、あのー、削除とかブロックとか、意外とね、メンテナンスしようと思うと、いろんな機能をつけなくちゃいけないので、これね、結構実装するの面倒なんですよ。 うん、これ、むちゃくちゃいいですね。えー、それから、プロモーションコード、えー、ビデオチュートリアルレッスン、えー、限定投票券、最新情報などなどと。そう、えっ、ー、と、パトレオンは、えー、ブログ的に何か、えー、常に情報をね、発信するということもできますし、メールで発信するということもできるんですよ。なので、例えば、限定配信メールとかにも全然ありですし、やっぱり公開というか、ウェブページにしちゃうと、 なんかね、あの、なかなかちょっと抵抗がある人もいると思うんですよね。でもメールで届くものに関してやるんであれば、まあまあ、受け取る方はね、なんかプレミア感があっていいですよね。はい。で、そう、プロモーションコード。なんかこれ多分クーポン的なコードだと思うんですけど、こういうのもね、やっぱり専用されただけありますよね。やっぱり専用のもの、そういった。 あの、お得なコードを発行できるっていうのは、やっぱりこれいいですよね。これ多分ちょっと、多分そういうものだと思うんですけど、試してはいませんが、はい、そういうものだと思います。というような、ま、特典を充実させましょう、させましょうよ、みたいなことがね、しっかり書いてあるんですよね。そう、だからやっぱり、その、ユーザーさんに、えー、ファンの人に、特典として、まあ、提供できるものが多ければ多いほど、やっぱり、 月額払った分の元を取ろうっていう気になるわけですよね。払った人はやっぱりより多くのものを消化したいと思うのが多分ね、人情ですし、その時にやっぱり選択肢が少ないと、やっぱりすぐ離脱する、退会するっていうことにも繋がりかねないので、こういうところは、うん、こういうのがありますよって教えてくれるのはやっぱりさすが専用サイトだけあるなと。 は思います。いやーでもね、コミッションとかは本当いつかやってみたいなと思いますね。だからこれは本当日本、日本語にちゃんと特化した、うん、そういうサイトができてくれると嬉しいな。はい。ということで、え今日はパトレオンが紹介する、まあ収益アップのための、えー、いろんな、 こんな特典どうですかというのを紹介しました。で、パトレオンのブログでは実際にこういうふうに追加をして何パーセント売り上げが上がりましたとか、そういうクリエイターさんの具体的な事例も紹介してますので、ぜひよかったらパトレオン公式サイト見てみてください。はい。まあ、収益アップといってもね、本当に提供できるものを日々作んなくちゃいけないという大変さはあるんですけども、まあ、コミュニティ含めてね、はい、ファンとの え、つながり。そこから、まあ、収益が生まれるということですので、まあ、やってみてね。そこでまずかったら、まあ、撤退すればいいわけで、えー、まずかったら、うん、また考えればいいわけで、はい。ぜひぜひ、私もいつかやってみたいなと思いますね。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。皆さん、いってらっしゃい。